放送は東京会場三菱商事、三菱重工、三菱火星の提供でお送りします。サッカーファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。メキシコで行われました第9回大会を振り返って、西ドイツワールドカップを展望する。このシリーズもいよいよ大詰めになりました。今日は第9回大会のワールドカップの幾多の名ゲームの中でも、なかんずくこのゲームはという評判を取りました西ドイツとイタリアのゲームを、おなじみ日本蹴球協会の岡野俊一郎さんの解説で皆様とご一緒に見てまいりたいと思います。三菱火星、三菱自動車、三菱重工、三菱商事の提供でお送りします。エステーケルンとボルシア・メンヘングラードバッカの対決をご覧いただきます。三菱火星、三菱商事、三菱自動車、三菱重工の提供でお送りします。サッカーファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今週はおなじみのイングランドの FA カップ、この FA カップのセミファイナルをご覧いただきます。三菱火星、三菱重工、三菱商事、三菱自動車の提供でお送りします。サッカーファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今年実に106年目を迎えましたイングランドスポーツ界最大のイベント、FA カップの決勝戦前半を今週はご覧をいただきます。三菱火星、三菱自動車、三菱重工、三菱商事の提供でお送りします。三菱火星、三菱自動車、三菱重工、
三菱商事の提供でお送りします。サッカーファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今週は今年のブンデスリーガのゲームから、去年の二冠王日本の奥寺選手が活躍をしているエアスタ FC ケルンとシャルケヌルフィアのゲーム、今週は前半をご覧いただきます。この番組は三菱自動車、三菱商事、三菱化成、三菱重工、ビーバーエアコンの提供でお送りします。サッカーファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今週は1979-80 のシーズンの西ドイツのブンデスリーガからライン特急と言われましたおなじみエアスタ FC ケルンとバイエルンミュンヘンのゲームの一戦をご覧いただきます。この番組は三菱商事、三菱自動車、三菱化成、三菱重工、ビーバーエアコンの提供でお送りします。英国国歌が流れております。ロンドンのウェンブリーです。ご機嫌いかがでいらっしゃいましょうか。今週は1979-80 のシーズンのイングランドのリーグカップのファイナルをお伝えいたします。三菱商事、三菱自動車、三菱化成、三菱重工、ビーバーエアコンの提供でお送りします。サッカーファンの皆さん、こんにちは。今週からいよいよ今年の第6回ヨーロッパ選手権の模様をシリーズでお伝えしてまいります。まず今日は決勝戦、まず決勝、西ドイツとベルギーの一戦からご紹介することにいたします。いつものように日本サッカー協会の岡野慎一郎さんに解説をお願いしております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくどうぞ。三菱化成、三菱重工、ビーバーエアコン、キリンビール、三菱自動車、三菱商事の提供でお送りします。サッカーファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今週は100回記念のイングランド選手権 FA カップのセミファイナルをご紹介します。
菱自動車、三菱商事、三菱火星、三菱重工、ビーバーエアコンの提供でお送りします。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今週は西ドイツのブンデスリーガのゲームから、この優勝を決定するにふさわしい天王山のゲーム、バイエルンミュンヘンとハンブルガーシュポルトフラインのゲームを今週はご紹介します。サッカーファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今週は西ドイツブンデスリーガの開幕ゲームから、ヴェルダーブレーメンとバイエルンミュンヘンの今週は前半をお伝えいたします。この放送は三菱重工、ビーバーエアコン、三菱商事、三菱火星、MMC、三菱自動車の提供でお送りします。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今週は西ドイツのブンデスリーガのゲームをご紹介します。ビーレフェルトのアルムスタジアムです。を愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。1984年のヨーロッパ選手権の今週は準決勝をご紹介します。空から見たマルセイユ、フランスのマルセイユ、ベロドロームスタジアムです。解説はいつものように日本サッカー協会の岡野慎一郎さんです。ビーバーエアコン、三菱商事、三菱火星、キリン、MMC、三菱自動車、三菱重工の提供でお送りします。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。私は今ベルギーの首都ブラッセルのヘーゼルスタジアムの芝生の上にいます。今夜これから5時間後にこのピッチの上でヨーロッパのナンバーワンを決定する対戦が行われます。ご承知のようにユベントスとリバプールです。今世紀最大夢の試合と言われておりますが、今夜はこのゲームを皆さんにご紹介したいと思います。